はい、速稼塾の久保です。一人で稼ぐ方法の中で今ね、椎の木康るっていうコーナーがあるんですけども、今日も稼げる方法を紹介してくださってますんで、そちらの方をねご覧いただきたいと思います。この椎の木康るっていうね、彼はね、今30歳ぐらいで、若いんですよ。で20代の半ばというかね、前半あたりからそういった、情報ビジネスというかね、ネットビジネスの方を取り組んでいただいて、ね結構実績を残してるんですよ。で、あとで根性があるね。何回挫折してもまたいつの間にかね、ネットビジネス界に現れて旋風を巻き起こすわけなんですよ。こういうふうなね、しぶとさが大事なんですよね。皆さんもネットビジネス、いわゆるこの YouTube とかね、だいたいホームページとか、こういったものでね、お金を稼いでいきたい、一人で稼ぐ力を身につけたいということであれば、彼のようなしぶとさが必要なんじゃないかなと思います。さあ、それではね、今日の案件はいくら儲かるやつを紹介してくれるのか、1万円とか2万円だったりですね、ぜひね、動画説明欄のリンクからご覧ください。それでは。